東京オリンピックの女子ゴルフ競技では稲見萌音が見事銀メダルを獲得した。このオリンピックの銀メダルは女子ゴルフ界にどんな影響を与えるのか。女子選手たちを指導する実績あるコーチたちに聞いた。ゴルフ界発のメダルの影響は稲見の銀メダルはゴルフ界にどんなインパクトを及ぼすのか 堀琴音を復活優勝に導くなど多くの選手を指導する森守洋はゴルフをやったことのない子供たちに圧倒的な価値があったのではと話すオリンピックが東京で開催したことそこで優勝まであと一歩に迫り銀メダルを獲得したということは ゴルフ界にとって大きな追い風になっていると思います。森オリンピックはゴルフに興味を持っていない人でも見る。その中には、まだゴルフをやったことがない未来のメジャーチャンピオンも含まれていたかもしれない。だからこそ、オリンピックの一競技のメダル獲得に終わらせてはならないというのが、ジュニア育成の第一人者でもある。 井上徹だ。ただ、ゴルフ界にとっては、史上初のメダルということで非常に価値のある、意味のあることだったと思います。全米女子オープンで2位の畑岡奈社を筆頭に、オリンピック前の海外メジャー、エビアン選手権で4位になったここを綾香選手もいる。そう考えると女子は、 非常に高いレベルにあって、あとは海外ツアーの経験になってくると思います。井上女子ツアーでは渋野ひな子の全英女子オープン制覇、佐藤ゆかと畑岡奈社の全米女子オープンでのプレイオフ対決など、日本勢の躍進が著しい、稲見の銀メダルという追い風、それを、 ゴルフ界のさらなる発展につなげるために必要なのは、渋谷、畑岡、笹生、稲見らに続く選手がさらに次々と出てくることだろう。井上は続ける。そこには二つの壁があります。一つはゴルフコース。メジャー大会のコースへの対応です。 もう一つは、言葉や生活の壁。それらを乗り越え、克服し、海外ツアーでの生活にストレスをためずに戦えること。そうして多くの選手が海外に挑戦し、 選手層の厚さが増してくることが重要だと思います。井上インターネットが加速させた選手の進化とコーチの進化では、少し角度を変えて、なぜここに来て急激に世界で戦える女子選手が増えてきたのかを考えてみたい。上田桃子や小岩井桜吉田優里らを指導する辻村明氏は言う、 日本の選手も大舞台で力を発揮できるようになったと感じました。金メダルを獲得した野球にしても、日本人って、特に若い世代の人たちは技術も度胸もあるなと。今は時代が変わって、世界中の情報がたくさんある。例えば世界のトップのスイングであったり、 スイングを計測したデータなど、インターネットや SNS を通じて、すべての情報が得られる時代になっているから、目指すべき技術が、目の前にあるんですよね。ちょっと、前まではたまに中継される世界のメジャー大会を、テレビで見るくらいしか目の前で見られるものは、ありませんでしたからね。辻村明らしちょっと検索すれば、 世界のトップ選手のスイングを様々な角度から動画で見ることができ、その選手を指導するコーチのレッスンにも簡単に触れることができる。トップ選手のスイングは数値化され、その数値を見ることでどんなインパクトをすればどんな結果になるのかも可視化されてきた。さらに、 コーチという存在そのものも進化を続けている。渋野日向子の前衛女子オープンに制覇をサポートし、梶谷翼のオーガスタ女子山制覇に導いた青木翔は言う。先輩のコーチたちが様々な情報を発信してくれ、勉強会を開催してくれたりしたことで、コーチの知識量が増えてきていると思います。 みんなが勉強し続けている中で、いろんなコーチが出てきました。宮里愛さんの影響で、98年度生まれの黄金世代が生まれ、指導者の進化と選手の頑張りがマッチして、今のレベルになっているんだと思います。青木松山秀樹のマスターズ制覇を支えた目、沢秀則、 稲見をキャディとしてもサポートした奥、島瀬也秋、彼らに共通するのは、いずれも最新の機器や海外の最新理論に明るい点。自分の理論を選手に授けるのではなく、選手の個性を把握し、ロジカルに導いていく現代的なコーチングを行うのが特徴だ。そのような時代を背景に、 1>, 1日10十時間練習する、毎日を十年間続けたという、日本人らしい勤勉さを持つ稲見萌音という選手が、オリンピックでメダルを獲得したのは、象徴的にも感じる。日本人選手の課題は飛距離。それとも、続いては、日本の女子選手たちが今後海外で活躍するために、必要な、 技術について考えてみたい。稲見、奥島の二人はオリンピックを戦って飛距離アップの必要性を感じたとコメントしていたが、コーチたちは技術的課題はショートゲームだと口を揃える。金メダルを取ったネリー・コレダの飛距離と正確性を見ると飛距離の魅力に目が行きますが、 日本選手が海外で活躍するためにはやっぱりショートゲームが重要になると思います。森、海外メジャーに行って感じることは日本人でもショットはそこそこ通用する選手はいると思うがやっぱりアプローチとパターだと思います。100ヤード以内の差をどれだけ埋められるか海外選手はラウンド中そこに集中力を持って行きますし 練習もそこがメインです。辻村芝室の異なる海外のタフなセッティングを攻略するのはやはりショートゲームが鍵になる。もちろん飛距離が求められるコースもあるが、コースによって向き不向きはありますので、ある程度割り切って得意コース10コースくらいで成績を出せればシードも取れるはずと森、コースの個性が 日本以上に際立つ海外ツアーでは、得意試合に狙いを絞って結果を出すという戦略も十分に考えられる。海外のメジャーだけスポットで行こうとするとコースによってハマるハマらないがあると思いますが、稲見選手が1年間通してプレーしたら、賞金ランクトップ10には入れるんじゃないでしょうか。そこに、 言葉の壁や生活の壁も出てくるとは思いますが、森十年後も海外で戦える選手が次々と出てくるために必要なことさて、選手たちが次々と世界の舞台で結果を出し、一見順風満帆にも思える日本の女子ゴルフ界だが、課題も抱えている。それは練習環境の整備だ。 追い風が吹いている今だからこそ、ジュニア育成にも深く関わる井上徹はあえてこう、現状を述べる。今回のオリンピックを見て、ゴルフを始めたいと思ってくれた、ジュニアゴルファーにとって、現在のゴルフブームは、環境が悪いんです。不況だとゴルフ場が空き。その対策も兼ねて、 ジュニアゴルファーを入れようというベクトルになります。しかし、ゴルフブームが到来すると排除される方向に進むのが、ジュニアゴルファーで、練習やプレーできる環境が失われることになります。ですから、ゴルフが盛り上がってていいですねと言われますが、ジュニアゴルファーにとっては真逆で、 今練習環境がないことは10年後に優秀な選手を排出できないということと直結しています。今はそういう状況で危ないなと思っています。強化と普及という日本の柱を同時に進めることが重要だと考えています。井上いずれにしても。ゴルフ界に服追い風を。選手。 コーチや業界全体で今後にどう活かすかということが大切で、それぞれの目標に向かってすでに取り組んでいる人たちも決して少なくはない。タイガーが PGA ツアーの規模を巨大化させたように、ネリー・コルダという技術とスター性を合わせ持つ選手の出現がルプガを大きくする可能性があると盛り守るよう、 そのフィールドで日本勢の活躍が年間を通して見られる未来は意外と近いのかもしれない。次のオーディオビデオでお会いしましょう。